G.G. 佐藤、1978年8月9日帯は、千葉県市川市出身の元プロ野球選手、野球解説者、株式会社トラバース副社長、株式会社トラバースエンジニアリング、代表取締役社長、AT 法所属。1978年に、千葉県市川市で生まれる。小学校時代から野球を始め、行徳のリトルリーグに在籍。 この時のチームメイトには、相川良二がいた。中学時代は、野村幸代がオーナーを務めていた、港東ムースに在籍し、佐藤は、人生の中で一番、きつかったのは、幸代さんにお世話になった、港東ムースでの中学3年間。高校、プロでの練習もあれに比べれば楽だった。保護者にも褒めて叱って、 育てるのよと言ってたのを覚えてます。全国優勝した時は喜んでましたね。と述べている。中学卒業時に幸チの夫、野村克也から、年ずれば花開くと書かれた色紙をもらい、現在も大切に保管している。東臨学園高等学校から法政大学に進学。大学時代は内野手としてプレーするが、レギュラーの座を奪うことができず、 本類がも通算で一本のみだった。公式戦で外野守備についたことはなく、後藤武俊氏の控えとして後藤が一塁に移動した後に三塁を守った試合が多かったほか、大学三年秋にはシドニーオリンピック予選に出場した安倍正宏の代わりに遊撃手として出場した。 この時の体重は104キロで、現在に至るまでの東京六大学リーグ公式戦に先発出場した遊撃手として史上最重量を。体重は3年春から秋にかけて25キロ増えたが、これはレギュラーをつかめないことに危機感を抱き、変わりたいんですと一学年上のコン鈴を次に相談、そして一緒にトレーニングを積んだ結果である。チームメートに広瀬淳がおり、 大学卒業後は広瀬に追いつき、追い越すことが目標だったという。2008年に広瀬と再会したとき、広瀬から、お前、すごい選手になったな。完全に抜かれたわ。と言われたときは素直に嬉しかったという。リーグ戦通算で36試合61打数15、アンダー12打点。卒業後、マイナーリーグフィラデルフィアフィリーズ 1A に入団。 大学時代から引き続き内野手としてプレーしていたが、フィリーズ 1A で強権を見込まれ、ホッシュにコンバートされた。2002年に帰国した後、ジャニーズ事務所に所属するタレントを警備するアルバイトを経験しつつ受けた西武ライオンズの入団テストで伊藤勤に見出され、2003年のプロ野球ドラフト会議では西武が7巡目指名で交渉権を獲得し、契約金300万円。 年俸700万円で入団合意した。西武時代1年目の2004年から45試合に出場し、打率298の数字を残した。プロ初本塁打を含む3本塁打も記録。プロ入り後は、保守登録だったが大学時代に本職だった内野手、指名打者で起用され、保守登録でありながら、保守としての出場は憎んでもなかった。 本人曰く保守を諦めた理由は、松坂大輔のスライダーが通れなかったことであるという、の8月25日には、長打力を買われ3番、指名打者でスタメン出場した。2005年は、保守が多いというチーム事情から打撃に専念するため、この年から正式に内野手となり、さらに同年後半から外野手に再転校。8月20日に、右翼手でプロ発の外野手備につく。 2軍では打率372.13本塁打と好成績を収めていたが1軍では打率214と振るわず前年より出場機会を減らす結果となった2006年はシーズン開幕から外野手登録されたためプロ入り3年目で保守、内野手、外野手の3通りで登録されたことになる伊藤監督からキャンプで最も成長した選手として 名前を挙げられるなど実力をつけ、初の開幕スタメンの座を勝ち取り、打率も4割を超え首位打者を争う活躍を見せた。しかし突然の打撃部長に陥り、打率250付近まで下がってしまい、広島から移籍した福知久の活躍などもあり、6月に二軍降格。外野手登録されたことで、守備時の動きを軽くしようとし、趣味のウエイトトレーニングを控えて、 体重を減らしたことが、後半のスタミナ不足につながった。2軍では打率、310でチームトップの11本塁打を打つなど、格の違いを見せつけ、9月19日に最昇格されるも活躍できず、10月3日に最高格されてシーズンを終えた。2007年は、オープン戦で前年と同じように打ちまくり、5本塁打を打つなど、好調ぶりをアピールして、 開幕一軍入りを果たした。起用に応えて開幕戦、開幕二戦目と2試合連続本塁打を打ったほか、4月28日の対ロッテ戦でヒーローインタビューを受けた際、2007年における自身のキャッチフレーズをファンを愛し、ファンに愛される選手になりたい思いから愛の波動法 GG 佐藤と宣言した。7月にはアレックス・カブレラが離脱したため空意になった4番候補に、 江藤聡、和田和わとともに、名前が挙げられ、調子を上げていた、G.G. 佐藤が抜擢されて7月11日から4番を、任され、カブレラ、和田が不審の時にはクリーンナップを任された。ヒーローインタビューと同時に発売すると予告していた、自身の肉体がプリントされた、肝 T シャツが7月7日の対ソフトバンク戦での、ヒーローインタビュー開始と同時に、 限定300枚で販売された。後半に少し調子を落としたが、右翼種のレギュラーは譲らず、初めて1年を通して一軍に帯同し、規定打席に初到達。本塁打もリーグ5位の25本と量産し、長打率はリーグ4位の510と5割を超えるなど、中軸打者として活躍した。この年は年間通じて、失策を一つも犯さず、 守備率10割を達成した。規定打席到達者で年間無失策だったのは、両リーグ通じて、大村直行と GG 佐藤の二人だけだった。補殺数でもリーグ外野手、部門4位を記録するなど、肩の強さも見せた。2008年1月の契約公開において、希望額と球団の提示額との間に1000万円程度の開きがあったため、折り合いがつかず、年俸調停を、 パシフィックリーグ会長に申し立てた。年俸調停の申し立ては2000年の下柳剛以来だったが、申し出は受理されず、再び当事者間で交渉するよっぱリーグから指示を受けた。このため慈費での春季キャンプ参加となった。その際、すでに契約している他の選手に出場機会を与えるとの理由で、2月16日から始まる紅白戦で佐藤を参加させない措置が行われたが、 選手会から問い合わせがあったことと若手選手をある程度試したいとの理由から20日に解除された。22日22球団で最後となる契約公開を終了した。納得するまで妥協しないのはアメリカでの生活で身についたこととコメントしている。4月8日に人生初のサヨナラ本塁打を打った。その際、報道で同年1月中旬に 一般女性と結婚していたと報じられた。夫人とは2006年オフに知り合ったという。5月の月間成績で打撃3部門すべてリーグトップに立ち、初の月間 MVP を受賞。移籍した和田の穴を完璧に埋める活躍を見せた。4月10日から16日までプロ野球体記録となる6試合連続二塁打を記録した。 5月22日23日には3打席連続本塁打を記録した。7月7日発表のオールスターファン投票結果では、聖波通じての最高得票数を獲得して初選出、同年から始まった選手間投票でも476票を集め、全選手通じてのトップだった。交流戦に入っても、好調差は変わらず、北京オリンピック野球日本代表、外野手として、 追加召集され、その後メンバーに選出される。しかし力を発揮できず、特に守備においては、左翼の守備に起用されるも、準決勝の対韓国戦では3失点に絡むに、失策を、3位決定戦でも3失点に絡む、落球の失策を犯すなど、3失策により大きく、制裁を欠いてしまった。妻に死にたいとメールを送るなど強いショックを受け、 この精神的ショックから帰国後に、球団からメンタルカウンセリングを受けることも検討されたが、最終的には渡辺久信の移行により行われなかった。チーム復帰後の数試合は出場したが、骨膜炎によって9月16日から登録抹消となり、クライマックスシリーズ、日本シリーズの登録メンバーからも外された。しかし、前半戦に補い札を多く記録しており、9月の JA 全農合合賞、強権賞を獲得した。この年も契約交渉が長引き、結局2年連続で12球団最後の契約公開者となった。2009年は4月27日に第一子が誕生した。この日は月曜日で試合がなく、生まれたばかりのマナ娘を抱く機会があった。両手で優しく抱いていたときに、ん これ、新しいスイングのヒントになるのではとコメント。前半戦は打率260とあまり活躍は目立たなかったが、9月にはリーグトップの打率400.9本塁打で2度目の月間 MVP をフォアシ・カズユキと同時受賞した。終盤の活躍で成績を一気に上げ、打率291.25本塁打83打点を記録した。 2010年は、正式に左翼手へ、コンバートされる。オープン戦主位打者で開幕を迎えたが、打率が2割前後と低迷、三振率の悪化も目立ち、7月2日に2度目の2、軍落ちするとそのまま昇格することなくシーズンを終えた。9月には、両肘と左肩のクリーニング手術と苦しい1年だった。2011年は、若手起用というチーム方針によって1軍昇格する。 ことなく、10月9日に、戦力外通告を受けた。ボローニャ時代2012年から、イタリアンベースボールリーグのフォルティチュードボローニャ1953と契約し、42試合の出場で打率、319、3本塁打、22打点、オプス、847の成績を残すが、8月21日、解雇された。 プロ野球選手としては十分な生活を送れたため、プロ野球に戻る気はないが、野球との接点まで立ってしまいたくはないという理由で、2012年9月26日に、富山県のクラブチームである、ロキテクのベースボールクラブへ選手兼コーチとして入団、選手として対外試合にも出場した。しかし、西部時代の恩師である伊藤が、同年のシーズン終了後に、 ロッテの一軍監督へ就任したことから心境が一変。結局、クラブへの在籍期間はおよそ2ヶ月にとどまった。伊藤からの誘いをきっかけに地元、千葉県内のチームで野球人生の最後を遅れたら最高という思いに至ったことから2012年11月にロッテの周期キャンプへ参加。キャンプ中の入団テストを経て入団を果たすとともに 一年ぶりに NPB へ復帰した。背番号は48で、登録名は GG 佐藤。2013年には公式戦の開幕を一軍で迎えると、3月30日の対オリックス戦に代打で NPB 復帰後初安打を打った。一時は不審でに軍生活を送ったが、8月24日の対楽天戦では NPB 復帰後の一軍初本塁打を、 カ島渡るワからの満塁本塁打で記録した。レギュラーシーズンでは一軍公式戦で30試合の出場にとどまったが、チームのシーズン3位で迎えたポストシーズンでは10月23日に楽天とのクライマックスシリーズファイナルステージ第4戦でカ島から3点本塁打を打った。チームはこの本塁打で一時逆転したが、日本シリーズへの進出には至らなかった。 2014年には一軍公式戦への出場がなかった。10月5日に球団から戦力外通告を受けたことを機に現役を引退した。ジップが社長を務める株式会社トラバースに就職。開発営業部のマネジャーを務めながら休日には社内の軟式野球チームでプレーを続けている。2020年現在も稀に試合に出場しており、出場時には プレイングマネージャーとして、采配も振る。2015年末からは、西部時代のチームメイトだった、梅田直通、林崎良、前川京平が入社したため、再び3人の同僚になっている。現在は、トラバースの千葉営業所所長を兼務しつつ、2021年4月より、副社長に就任している。また、同時期に関連会社のトラバースエンジニアリングの、 代表取締役社長にも就任している。また、タレントとして、バラエティ番組等にも出演しているほか、2016年からは、東日本放送や、日テレニュース24テレ業区、本数契約の野球解説者としても活動している。2017年4月23日放送の、NHK 大河ドラマ、女上主自家トラでは、俳優として、初めて出演した。 2018年2月18日放送のジャンクスポーツで球団に嫌われていたと思います。プロ野球は実力の世界だと勘違いしていた年、やっぱ人間関係なんだなと語った。2020年にはアベマバズ、パリーグに元プロ野球選手の肩書きで出演。2021年に YouTube チャンネル、パワプロプロスピ公式チャンネルのスピちゃんゴ野菜特番、プロスピエ。 2. 佐藤崎智也と出演したことをきっかけに、トラバースの公式 YouTube チャンネル、トラバース TV での動画配信活動を開始し、トラバース TV の MC を務めている。右手でしっかりとボールを押し出しているため、左右に強い打球を運ぶことができる長打力を持ち味とする。また、ファーストスイング時の打率が2010年に、310、2009年に、 394と高い。総類でも本類から一類到達まで4.27秒と平均レベルであり、右翼守備では前日のように2007年に年間無失策を記録したこともある。登録名の GG の由来は中学生時代に同級生から猫背で顔が自熟臭いと言われたためであるとされていたが、佐藤本人によれば港東ムース時代にオーナーだった。 野村幸代から、シャキッとしなさい。ジジイじゃないんだからと叱られたのがきっかけだったという。なお登録名に、アルファベット表記を採用したのは、日本人選手としては同じく2004年よりの新女と、共に初めてである。西部時代のヒーローインタビューでは、キモティー、と絶叫するパフォーマンスを行っていた。2007年に放送された。 プロ野球握力を決定戦という企画では右手 58.0kg を記録。妻は元 CA である。他、ありがとうございます。